ペレットは暑いのが苦手。快適な夏を過ごせる方法。紹介しますまず、ハンモックを夏用にする。あ、汚い。夏、水腐りやすい。新鮮なお水にしましょう。エアコンは必須。室温25度を目安に、快適なお部屋を作りましょう。こんなに可愛い我が子が熱中症で倒れていてもいいんですか守る、横着しない。夏は毛が生え変わるので、水浴びがてらにお風呂に入れるのもいいですね。 夏バテなんて無縁幸せなお昼寝を一緒にしましょうね